今思いついたんじゃんか。いや、もう腹立つわ。パカ。何ですか。この度は大変申し訳ございませんでした。はい、申し訳ございませんでした。なんちゃって。よし、じゃあ旅行に準備。この日のためにスーツケース買っちゃった。それではスーツケースよいしょ。おいドン。おいこれなんていう、これね、エースってところ買ったな、東京駅の。4泊5日でございます。ガチで初の海外行った、ゆみちゃんは。そうだよ、あ、でもちっちゃい頃に行ったことあるけどね、あんまりっていうか全く覚えてない。全く覚えてないな。夫婦初の海外ってことで、うぅ、準備していこうか。キュイ。結構入る？結構入る。これでまあ店員さんに4泊5日やったら、うん、2人分だしね。そう、これくらいであればいけますよって言われたな。だいたい67リットルやったかな、これ。じゃあこっち側がゆみたんね。あ、そっか。でそっち側がケンがね。こっち俺か。今日はね、100均でね、いっぱい買ってきた。100円ショップでいっぱい買って、うわ、そこに化粧水とか入れる。すごいすごい。なんか持ち込みちゃダメなんだよね、こういうちゃんとケース入れてよ。100ミリリットルまでだっけ。めっちゃ準備してるよ、みたい。うん。シャワーキャップ、それを靴入れるやつ。え、どうやって使うの、気になるな。これは、うん、Amazon で買ったトラベルバッグやろ。トラベルバッグ、すごいいっぱい入ってる。ほら、何を何に使うんだろうね。これ発展セットやったっけ。まあいろいろ、これとか何入れるんだろう。おおー、小鳥、なんか小鳥。なんで海外鳥持っていくね。おー、でも洋服とか入りそうじゃ、通気性良さそうやん、それ。なんかちょっとブラジャーとか、あー、下着とかも入りそうやな。あとこれも買った、今年流行ったやな、スマホショルダーやっけ。そう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 。え、ちょっと使ってみてよ。ケンゴが選んだ貝殻がついてる、見して。あ、そうですね、これ俺がね、なんかいろんな選べてんな。貝殻いいやん。あ、どう、いい感じ、かわいい。うん、いいや。長さ的にはどうですか。ちょっと短い。あれ。あ、でもちょうどいいか。うん、パッと見た目的にはいい。でもいじるのにはほら、一応これ長さ100センチで買ったけど、120にした方が良かったかな。120でも良かったかな。そっか。え、でもこうやって首掛けだったら100がいい。あー、そっか。そうや、首掛けでみんな使ってもな、うん、そうやって。かわいい。ケンゴも買えばよかったね。うん、ポッケとか入れてるとな、盗まれたりしたら危ないから、こっちの方がいいな。素晴らしい。よし、で準備をしていきましょう。よっしゃ。パカ。お、見ていいの。ほら、あ、それ水着のスカート。水着のスカート、思惑の。どう、お、いいんちゃう。あ、長さ的にはそのくらいね。うん、で水着のスカート、おー、かわいい。いいんじゃないですか。うん、ルミタンの水着見たことないねんな、人生で一回も。一回も一緒にプールも海も行ったことないの。気になりますね。まだ秘密よ。あ、秘密か、それ。まだ秘密。じゃあホテルで楽しみにしとくわな。うん、これケンゴの水着、それも履いてみようかな。ゴーグルないよ、ケンゴ。ゴーグル、ゴーグルとか、ゴーグルどうする。小学生ちゃうねんから、もうええねん、もう28歳だから。ゴーグルがないだ。それはもう小学生まで。ケンゴさんの水着いいね、かっこいい。なんか色良かったね。うん、これアマゾン、全部アマゾンで買った。何のこだわりもないからね。キュイ。じゃあ俺これに服入れてみるかな。アミアミのやつ。アミアミのやつ、うん。ほんまにこういうパッキングとかしたことないからさ、分かんないね。俺らさ、全部さ、あのエコバッグにさ、服詰めて旅してたからさ。そうそうそう、マジで初やねんな、そんな。何していいか分かんない。何入れるのか分からへん。水着にしてちょっとあれか、まあいいか。いっぱい袋あってさ、便利やねんけど、余りそう、間違いなく。スポーツ着も入れなきゃ。朝ランするから。朝ランするんや。うん、意識高っ。気持ちよさそうやな、海沿い走る。そうだよ、朝ランするから4着ぐらい持ってこう、2人。マック行こうぜ、海外の。あ、行きたい。朝マックはなんか米があるらしいもんな。うん、米マック。うん、俺らいつもさ、走ろうとか言ってさ、ずっと寝てるから。ケンゴがさ、
ちゃってさ。さすがに海外行って寝てんのもったいないよな。もったいなすぎだよ。めっちゃ体調崩して帰ってきそう、無理して。パカ。俺多分結構終わったんやけども。いい早っ。これゆみたんのお洋服。すっぽり。重っ。でもすっぽり入った。まあこれこのバッグがちっちゃいんじゃない？もう入らんじゃん。このキャリーケースがちっちゃい。だってまだアイロンとか何も入れてないよ。ゆみたん何してんですか？おおいっぱいやね。うん。これが和っぽい？もういいや。でも和っぽい。うん。いっぱいあるな。うん。これから羽織っといて。完了。ぎゅい。朝入れるものリスト作ろう。あそこに書くの？メイク道具、歯磨き粉とかも全部今入れちゃおうか。さあ、女の子は大変です。アクセサリー、ハンドクリームとかも、クリームとか歯磨き粉とかも入れちゃおうって。ダメって？うん、歯磨き粉もそのまま持ってっていいの？スーツケースやったらいいけど、自分のバッグとかには持ってっけん、これは。じゃあ朝入れようか。はい。メイク道具、パソコン、カメラ類、歯磨き粉。これ日焼け止めも朝使ったら入れる、スーツケースに。これ香水はダメなんでしょ？あ、もちろん、もう全部ダメ、液体。厳しいな。全部スーツケースに入れてくか、透明なケースに移しました。じゃあ香水これに入れるね。うわー、垂れとる。入れちゃった。別に気に入り代わりするでしょ。そうか、お気に入り、うん、何？気持ちよく立つ。ほら、香水透明な袋に入れなあかんって書いてて、無理立てばこれ、さすがにな。こぼれないかな。こぼれへんよ。これ髪のケアするやつ。おお。スパチュラで入れる。すごいすごい。言語は使わない？使わんな、そんなんな。使ったことないわ。じゃあ、ゆいたんの1回分ぐらいでいいか。これ、トリートメントって書いて。オッケー。おえい。ファンデーション、パフ持ってくから。あ、そうやって入れるんだ。ファンデ。ファンデ。オッケー。何に貼ってるの？いや、ちょっとね、邪魔やったから。これ、下地。オッケー。ぎゅい。じゃん。サランラップ？このサランラップを使います。旅行にそんなんいる？そう、これをここに巻いておく。液漏れするじゃんね。でもサランラップあったら問題なし。あ、そういうこと。漏れないから。なんかさ、漏れてさ、ポーチの中とかさ、何、びちょびちょっていうかファンデーションだらけになったら最悪じゃん。あー、そっか。だからサランラップで一巻きしとくと、サランラップでこうやってやっとくと漏れにくくなる。これじゃあ女の子はやったほうがいいな。水物とかはやったほうがいい。あとポケットティッシュとタオルは？ハンドタオルな。タオル、ハンドタオル1個は手持ちで持ってくよ、うん、もちろん。で、何？シャワーキャップ。シャワーキャップ、この子が意外に便利。この旅行に使えるの、これ、うん、頭に巻くんか。違いますよ、こうやって靴を入れるんです。あら、ぴったりやん。ほら、お、すごいすごい、ぴったりやね。うん。あ、そしたら汚れへんのか。わがまで止める。おー、賢い。それええな。うん。シャワーキャップっていくら？それ。これ100均、10枚ぐらい入ってる。あ、ほんま。あ、じゃあ余裕やな。10枚入って100円。男の人のことでも余裕か。あら、すっぽり。なんかもう靴のために生まれてきたみたいな。ほんまや、それじゃあちょっと旅行でな、靴何個か持っていくとき、ちょうどいいな。ここにさ、入れたらさ、雨の日とかドロドロになっちゃう。あ、袋汚れもんな。そうそうそう。おお。じゃーん、ぴったりやな。かわいいね、はい、前髪出てるから意味ない、ね、意味ないね。はい、ありがとう。パカ。おお、入るじゃん。パソコン、怖いね、パソコン壊れそう、うん、パソコン、タブレットは、手荷物としてお預けにならず機内へお持ち込みください。やっぱ壊れやすい。いや、手荷物として持たなあかんです。うん、一旦もう今日詰めれるもんは詰めれた。じゃあ最終チェックしようか。ああ。これヒゲロリやん。ヒゲロリ、M ゲロリに見えるわ。あ、ほ
今さらあんなにやってたのに、あんなにやってたのに、もう一回開け、あんたさ、携帯出てる場合じゃないじゃん。ムカつくね。だから言ってるじゃん、ずっとやれってさ。忘れちゃったけやんか、今思いついたんじゃんか。いや、もう腹立つわ、こっぽこりな。あふれ出す金曜日欲しいや、もうあったかいでしょ。あんたかやんか、こっちにしたら。おお、大きいよ。ぎょい。そんな使わない。あ、ほんじゃない。そんな使わないでしょ。終わった。最終チェックします。当日の朝持っていくものリストでございます。あ、じゃあいいですか、確認して。はい、ちゃんとはいって言っててね。まずスーツケース。ああ、ある。観光用のバッグあるよ。はい。エコバッグない。エコバッグ、海外では買い物袋がない場合がほとんどです。エコの観点からもエコバッグだって。あれ持ってこいじゃん。エコバッグ1個持ってこい。バッグ、はい。着替え入れと下着、はい。パジャマ、パジャマ、これ持っていくか、これ入れるか。シャンプー、リンス、ボディーソープ、石鹸。あ、シャンプー持っていかな。ここに一緒に入れた。帽子持っていく。帽子以上です。シャー、これ閉まる、その前にチェック。鍵もかけちゃう。できた。できました。重っ。持てないよ。転がすのよ、だから。パカ、無事に終わった。終わった。2時間かかった。楽しかった。疲れたね。お腹すいた。はい、じゃあ明後日か、明後日の楽しみに行きましょう。イエーイ。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。皆さん、旅行の動画もね、初海外になりますんで、めちゃくちゃお楽しみにと。じゃあ行ってきます。行ってきます。さよなら。バイバイ、はい、行きましょう。行ってきます。快適な空の旅をお楽しみください。